日陰ったら。ちょっと、さっきから声かけてるんだけど。すまんすまん。で、なんや？私、日陰の大笑いした顔、一度も見たことないんだけど。ねえ、笑ってみたくない？そうやな、笑えるもんなら笑ってみたいもんやね。じゃあ決定。これから選抜クラスのメンバーがとっておきの芸を披露するわ。は？ヨミお姉ちゃん、カモン！どうもヨミです。ヨミお姉ちゃん、日陰笑ってないよ。え？面白ければ笑っていいんですよ。我慢なさらないでください。いや、我慢はしてないんやけど。そんな、やっぱり4人ずの方が良かったのですか？見苦しいわよ。笑いを取れない者はステージを降りて。笑いというのは日常の些細な出来事から生まれるの。静かに。もう一つおかわりでしゅ。お、
何？未来さん、ごめんなさい。でも、プライバシーの侵害だ！まさか、この映像を見ても無反応？仕方ない。だったらもっと際どい映像をさせるか！最後は私か。六刀流使いのみに許された携帯模写、とくと見よ！カニ。これで全員終わったんやね。どうしてそんなにわしを笑わせたいんや。理由はないけど。何の話の流れだったか。急に日陰の笑顔が見たいという話になってな。それだけ？ああ、それだけだ。
よし、これならいける。日陰、お前の息の根を笑いで止める。エビ、日陰さん。ん？ヨミさんか。下級生を連れてどうしたん？日陰さんがどうしたら感情を取り戻せるか、私なりにいろいろと考えてみたのです。ほう。そして出た結論は、笑わせるのが難しいのなら怒らせればいいのです。それはまあ道理やな。ええ、怒りも立派な感情ですから。それでその下級生っちゅうわけか。その通りです。お願いします、下級生の皆さん、日陰さんを怒らせてください。ここまでヨミが気使ってくれたんやから、わしも怒れるといいんやけどな。しわ寄ってるじゃろ。それに鼻もピクピクしてる気がする。本当に怒ったんですか？いや、怒ったよ。わし怒ったな。こないに怒ったの久しぶりやね。嘘です、バレバレです。ありゃ、ヨミさんが怒ってしまったか。これじゃベコベやね。あはははは。もう、そんな真顔で笑ったふりはしないでください。すまんの。2評価、アンガトさん。